ピロリ菌への感染により発症が多く見られる胃がんどんな症状があるのでしょう詳しいお話を消化器内科医の福田翔先生に伺いました早期の胃がんに関しては自覚症状が見られることがほとんどなくまたかなり進行しても症状がない場合もあります代表的な症状はみぞうちの痛み、不快感、 違和感、胸焼け、吐き気、食欲不振などです食事が疲れたり体重が減るといった症状がある場合は進行胃がんの可能性があります必ず消化器内科がある総合病院または消化器内科の診療所やクリニックを受診してください受診することが胃がん早期発見、早期治療につながります胃がんを治す治療法は大きく三つに分けられます 一つは内視鏡治療、それから外科的な手術、そして抗がん剤などを用いた化学療法です。早期のものであれば内視鏡治療を行うことが多いですけれども、少し進んだ胃がんであれば外科的な手術や化学療法を行います。胃がんの進行度や全身状態によって治療法が選択されます。進行胃がんで見つかりますと、 治療を行ったとしても多くの方が命を落とされることがありますが早期治療、早期胃がんに対して治療を行った場合では90%以上の方が根治しますできるだけ多くの方に胃がん検診を受けていただき早期の治療を行っていただければと思います早期発見で治療の選択肢も増え中立が高まる胃がん定期的な検診受診が大切です 次回も胃がんについてお伝えします。